はい、どうも、近しです。というわけで、今回もキャンプ生活やっていきたいのでコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、やっていきましょう。まひまひあさり、まひまひ、久しぶりにやるな。まひまひあさりはね、キャンピングシェルターソレイラね、強い。しかも、ウルショがガチで、あ、これ死ぬやつだ。あぶねえ。ウルショがね、ガチで通りやすいから、まあ、ウルショを起点に、勝ち筋を作っていけたらなと思っておりますので、応援よろしくお願いします。さ、この鉛筆のさ、足場塗りやばいし、鉛筆とこのソイチューバーの分け、マジでソイチューバー側不利なんだけど、まあでもいけるでしょ、俺ら強いし。さあ、ナイス、マジで熱い、いいね。いや、これ入れられるか。いや、入れはナイス、入れはナイスだけど、これはやって、はい、これウルシュ刺さったら欲しい。さあ、ワイプアウト逆されていく。まあ、逆ワイプアウトしていく、していってもね、全然大丈夫です。なぜなら、まあ、アサリなんで、まあ、ノックアウト、はぁ、ノックアウトされなければ、まあ、ノックアウトできるステージとかルールなんで、まあ大丈夫です。さあ、これは必須の局所もらえないようにしたいが、さあ、これ、ジムワイピング、ね。ただ、鉛筆がガチガチに硬いので、鉛筆をどかさないと、まあカウントが1ミリも動きません、これ。なんで、まあしっかりと、ゆっくり、ゆっくりと、ウルトラショットを貯めていきたいんだけど、いけるかな、みんな。ゆっくり待ってくれるかな。さあ、味方やられ。これね、味方がね、こういうなんか、ウルショで崩さないといけない敵でもね、味方が待ってくれない可能性があるんで、難しいっすよね。ていうか、これ、相手、あれなんだけど、なんか、え？なんか、俺の大ハーンがいるんだけど、俺の大ハーンいるけど、なんかネームプレートも、だいぶ一緒でなんか、なんか、配信の時にマッチングしたら、あーなんか合わせてきてんのかなって思うけど、動画撮ってる時にマッチングしてきた、なんか、怖いな。怖いんですけど。うわ、しかもこれ相手の鉛筆、これ鉛筆で3100ぐらいいってる、めっちゃ強い人なんで、もう、これは、厳しすぎる戦いになりそうですけど、いけますかね、これ。とりあえず、この、マジできつい。焦ったなぁ、マジで。ウルショやっぱ貯めないとダメだな。ウルショ貯めないと鉛筆はガチで崩せないんで。いや、でも味方がナイスすぎる、これ、実は。これ意外とメインでいける？意外とメインでいける可能性あるな。さあ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 、入れちゃってください。ありがとうございます。アサリもかなりあるけど、いや、これ、ヒステ、ナイス、エリ。でかい。いや、これ、チャージ割られちゃうけど。いや、これ、マジで、硬え。硬すぎるんですけど、相手、これ。全然攻めきれないんですけど。てか、濡れんのやばいな。塗り強すぎて、全然マイキル入れられないわ。さ、なんか、ウルトラショットいい感じになってる。でも、ウルトラショットもう最強なんで、今。最強に3位の強なんで。まあ、ウルトラショットね、まあ、シャープマーカーの枠を寿司にして、縄張りの大会優勝したんで、まあ、マジでウルトラショットが強いという事実。さあ、カウントリーディングしていく。さあ、これこっちから逆にね、こっちから逆に狙っていく。さあ、これはどうせ帰るのでアサリを入れに行きたいんですけど、アサリがない上にやられ、まあ一旦落ち着いていきますかね。まあトラップをね、しっかりとしっかりとね置いていくことが、まあこの X マッチのね、勝率アップへの第一歩なんで。いや、これはマジですよ。ちなみにトラップをね、どれだけ敵に踏ませるか、敵に踏ませた数で、まあ、勝率が上がっていくと言っても過言ではない。さあ、これは敵かなり丁寧な攻めを心がけているが、こちらもね、丁寧な守りを心がけているんで。さあ、だがしかしなんかいい感じ、これ。だが、しかしです、これ。さあ、これウルトラショット溜まるよ、これ。はいはいはい。そこにいるのは分かってるんですよ。2発で死んだらマジで熱い。マジで、これが強い。まずい。逆ワイプアウトしてもうた、これ。どうする？いや、これね、一旦突っ込まないと敵の攻め止まんないから。いや、このワンクッションが大事。オッケー。味方が落ち着けるこのワンクッションが強い。さあ、1個までなら許容です、これ。1個まで。2個まで許容だけど。まあ、ロングブラスターは多分復帰じゃなかった。危ねえ。さあ、これは入れられないでしょう。GG プロ、ありがとうございました。質問の時間です。質問です。ブラスターの爆風ずるいなと思うことがあるのですが、近江さんも思ったことありやすか。まあこれはね、まあ、正直、まあ、爆風キモいと思うんですけど、よく考えてください。キャンピングシェルターって
盾張ってるんですよ。ずる。この武器マジでずるい。なので、トントンです。ハーツよ。まあ普通にどの武器でもね、ずるいと思うことありますよ。長所がある。でもその長所が被ってないっていうのがね、いいことなんですけど、でもなんかシューターは、シャープマーカーのブレないっていう長所がね、あまりにも最強すぎて、他の武器もどんどんブレない調整に走っちゃってるので、まあそれはなんか個性がなくなるようで、寂しい感じもしますけど、このもうクレアリングで弾当てられたら無理よ。さあ、一旦これは防衛ですかね。さすがに。一旦防衛していきたいところではあるが、さあこいつやりたい。はい、引くとこやって、さあこれなんか後ろからなんかちょろちょろされてるけど、さすがにこれウルトラハンコがかなりやっている。ウルトラハンコが強すぎる。あまりにも。それは弱体化されますよ。さあ、ジェットパッキング。さあ、トラッピングピーポーを置き忘れてるんで、これ。トラッピングピーポーしっかりと、あ、置き忘れてなかった、もしかしてこれ。センサーがついてるってことは置いてたんか。いや、パブロのトラップなんだ、これ。やっぱね、トラップをね、サボるっていうのは、もう最低です。最低なことなんで。さあ、ナイス。さあ、これ、カーボンヌローラーのね、カーボンヌローラーの潜伏が怖いところではある。さあ、ウルトラショッキング溜まっていくが、これ、絶対いるぞ、そこ。あ、ナイスナイス、マジでウルトラハンコ環境です、今。ウルトラハンコ環境です、この部屋に置いて。さあ、ジェットパッキング、はぁ、うま。だが、しかし、エナスタチカシです、これ。いや、これマジでナイス。ゴールをこじ開けている。いや、ここね、ガチで維持したい。ガチの維持が熱い。さあ、維持が、維持ってか、これ。はい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 。さあ、これはしっかりと、ウルショ貯めて。はい、当てちゃうよ、俺。ウルショ当てちゃって。はい。はい、次も。次の人も当てちゃって。はい、当たんないね。さあ、どうするこれ。カウント10なんで止めないとですけど。はい、ジジブロアイザシャイ。質問です。キャンプのエイム力を上げるために使った方がいい武器を教えてください。キャンピングシェルターです。というわけでやっていきましょう。ここは、マヒマヒリゾートスパです。よろしくお願いします。さあ、これは、相手は出た、このアサリ特有の人口が少なすぎるがゆえに、リッターとスクイクが平然と分けられてしまうマッチングですね、これ。さあ、これジムワイパーナイスカバー？いや、これが熱い。ジムワイパー結構ね、キャンピングシェルターのことを意識してくるんで、まあ、こんな風に、ヘイトを集めてあげれば味方がキル取れちゃいますね。さあ、ジェットバックマジで頑張れ。全員やれ。リスポーン壊せ。いやー、これは、結構96ガロン無印が、オッケー。さあ、これジェットパッキングやりたいところではある。さあ、防衛の坊ちゃんですけども、これは、スクイックリンの圧やべえな、マジで。スクイック、あ、いやー、どうしましょうか。マヒマヒはでも言うて、ステージ変わるまでは、試し撃ちなんで、全然大丈夫です。はい。ステージ変わるまではもう全然、もうちょろちょろしてるだけで大丈夫なんで、こっからしっかりとトラップを置いていきたいところではある。まあ、最初から置いていかないとダメなんだけど。さあ、この左を、ナイス。いやー、あのガチあたりはさすがに守れないか。でも、ジェットパックやっていくのはガチで熱い。これ左こじ開けていくムーブいくか、一旦ここカバーして、はい、これやれたらマジで美味しいんだけど。いやー、当たってるけどな、普通に。でもシールド貫通しなかったのは、まあ、ドンマイだね、多分。一発分しか当たんなかったんだろうね。さあ、これ、マジで右奥のやつ、激のローだけど。いや、これ絶対インクないんだけど、もう最悪。インク管理できないオタク、しかしです。さあ、これマジで、やば。いや、でも、言うて、大丈夫。このカウントは。さあ、ガチアサリ外して入れられちゃったけど、さあ、ちょっと、やばすぎ。いや、なんか許された。熱い。はいはいはい。こっち狙ってくるの分かってたんですよ。滑舌やば、俺。ちょ、オールでね、動画を撮っているんで、ろれつが回らないこと、しばしばありますけど、まあ、寝てないんだな、と思ってくれたら OK です。さあ、これ、さらにではない。左押していきたいが、さあ、ウルショでしっかりと逃げ先を当てていく。さあ、この角度、絶対嫌でしょ。もうなんでなんで。さあ、カウントさえぐいけど。どうしましょうかね、これは。さあ、しっかりと左のラインを上げていく、俺。かなりいい。さあ、96ガロン。うわ、ちょっと、それは。うわ、これは、スイスクリーンやって、はい、これガチアサリキープして、
死んだら意味ないのよ。どうしようかな、マジで。丁寧にやってる暇なさげな感じするな。味方が結構ね、焦って前出ちゃうから、一緒に前出てあげた方が、勝てる未来あるね。これ、ジェットパッカーをしっかりと避けていったので、まあ、だいぶ30秒はジェットパッキングされないと思っていいでしょう。この間が攻め時。この間が攻め時だが、さあ、漆をどのように吐くか、俺。はい、これね、爆風2発で死ぬんですよ、実は。こんぐらいの裏だったら。え、おまけついてきた。さあ、これマジで、ガチでやつ。いい。それマジでいいよ。さあ、これ正面維持していきたいが、さあ、いやー、なかなかにラインが上がりませんな、これ。なかなかにラインが上がらん。もうちょい、もうちょいこの味方の方々がね、前に来てくれたら、ガチでいい攻めになると思うんだけど。さあ、これかなり、スクイックに俺にビビっている。さあ、そして俺はジムワイパーにかなりビビっている。どうしようかな、これマジで攻め入る隙がないんだけど。さあ、これマジで左のやつがマジで神乱数でやってくれたらって思ったけど、味方頼みすぎるか。さあ、これマジでもうスクイスクリーンがやばい、これ。さあ、これとりあえずウルショで、いや誰もやれねえ、ここで外したらダメ。あー、もうスクイスクリーンがやばいわ、これ。さあ、やりたいけど、やりたいけど逃げられ。はい、GG です。ありがとうございました。バイバイ。質問です。怪物とステジャンはどのルールで使い分けてますか？まあね、エナスタの環境が終わるまではステジャンですかね。さすがに。怪物はちょっと、ね、刺さる相手がね、いないんだよね。で、エナスタの環境が終わったとしても、まあ、おそらくウルトラショット環境になると思うんで、ウルトラショット吸引機バリアでなんか、いい感じに回ると思うんで、怪物はつける予定ないかな、今は。はい。質問ありがとうございます。というわけで、やっていきましょう。これ、相手の編成がガチでだいぶきついことに気づいてしまった、俺。さあ、危ない。さあ、ジェットパッキングピーポーをやって、なんか強味方。さあ、弓強いね。弓マジで強くなったけど、弱い。いや、確かに前よりかは全然めっちゃ強いんだけど、結局なんか弓、なんかクーゲルと分けられるせいで、なんかクーゲル側が勝ちがちではあるよね。なんかやっぱマッチングシステムがちょっとね、許してくれやんせんよ、これは。さあ、これもういると思った。さあ、でも最初にカウントを動かせたのはでかい。初動の当たり合いで勝てるってことは、まあ、同格または相手より俺らの方が強いということ。つまり勝てる。この試合はだいぶ勝てる。さあ、ジェットパッカーはちょっときついか。さあ、ナイス。マジでジェットパック誰かがやってくれてんだけど、誰がやってくれてんのかマジでわからん。さあ、これでっか、吸引機でかいな。吸引機でかいんだけど、知ってた？みんな。でも弱いんだよね、吸引機って。実は吸引機ってマジで弱くて、なんでかっていうと、マジで吐けないんですよね。そう。吐けないんですよ、吸引機って。あー、やっぱ。まあ、この間の縄張りの大会知ってる人は、無印キャンプの吸引機で、縄張り勝ったんですけど、マジで縄張りだけなんですよ。キャンピングシェルターが、吸引機を吐くだけで勝てるルールって、もう、縄張りだけなんで、もうガチルールにおいては、ちょっとね、吸引機はね、まあ、ウルショでいいかなって場面が多い、すごい。てか、ウルショ欲しいなって場面が多い、今は。ウルショ強いしね、強すぎるしね。だから吸引機は、まあ、うん。そんなかな。お、ちょ、カメラワークが。さあ、これ、なかなかにカウントが進まない。さあ、これ、入れに行くふりして帰る。もう、この一押しでね、敵のラインがバラバラになるんですよ。もう、これはね、大事な。地味だけど大事なやつだ。これジムワイパー前出てたんだけど、さっき。俺が二人押し込んでたから、ラインが上がらずにって感じです、これ。はぁ？ジムワイパークソです。もう、最悪。ジムってさ、マジでスプラトゥーン3と相性いいよ。なんかジムワイパーのためにラグクしてんのかってぐらい、シナジーがある。さあ、これマジで味方強い、それはそうと。それはそうと、味方が防衛頑張ってくれている。危な。ヒステンって空中から弾出してくるから。さあ、これ、ジムワイパーさっきのトラウマが、もう。さあ、どう攻めるか。でも、言うて、ペナルティがガチで少ないから、こっち。多分、一回開けたら、
一回ゴール上げたら多分リードいけるんで、お、これシスで拾って、はいはい、これウルシュ当てたらマジで熱い。さあこれやっていく、熱い、強すぎる。二角、爆風二角マジで強いな。さあこの辺いるが、一旦こいつやって、はい、アキスケもいる、ナイスナイス、はい、ジジブロアザシャー。最後の質問です。ウルトラショット祭りは楽しいですが、吸引機祭りは楽しいですか？まあね、スペシャル祭り系はね、なんだかんだ言って楽しいと思うけど、吸引機祭りはつまんないと思う。